皆さんこんにちは、えー、レクセン人講師のうんなと申します今日は、えー、こんな場合に相続人って誰の5番としまして、えー、今日は兄弟が相続人になる場合について、えー、検討していこうと思いますすでに第1回目からあのお話をしております相続人についてのお話これはもう何度もお見せしておりますよね、えー、相続人というのは 今回血族相続人という血がつながっている相続人と配偶者相続人という配偶者の、ねえー、場合とに大きく分かれてで血族相続人は子どもが第一順位子どもがいなければ第二順位直系存続子どもも第二順位の直系存続もいないと第三順位、えー、兄弟姉妹で配偶者はいれば常に相続人となっていくとで子どもと配偶者は1対1直系存続と配偶者は1対2。 えー、兄弟姉妹と配偶者は1対3ということだったわけですさあ第1順位子供、第2順位直系存続はすでにお話ししてますから今日は第3順位の、えー、兄弟姉妹について、えー、確認していこうと思いますまあ、兄弟姉妹とも言いますねではこういう場合はどうでしょうかのその1ということですはい、えー、まず今回亡くなって、えー 亡くなってその相続人を探さなきゃいけないえこの人についての相続を検討するんですよという亡くなられた方が A さん家になっている A さんが亡くなりましたさあこの A さんには配偶者 B がおりますでもこの B との間には子供はいないんです そして A さんの第1順位の子供がいないことから次いで第2順位の直系存続である k と o t を考えるわけですが k さんと乙さんもすでに亡くなってしまっているんですね。で相続人は非相続人である A さんが死んだ時に生きてる者しか相続人になることができないんです。 えー、非相続人 A さんが死んだ時に、えー、生きてるものしか相続人となることができないという相続人同時存在の原則と呼ばれる原則がございましてこの相続人同時存在の原則から既に亡くなってしまっているささんんんはは A を相続することはできませんそこで第3順位の京帝姉妹兄弟姉妹があ今回相続人となってくるわけです。A ささんんのお兄さん、えー、C そして A さんのお兄さんもう一人慈恵の D さんそしてもちろん配偶者の B さんこの3人が今回相続人であるということなんです。さあそれでは相続人が分かったところで続いて相続分を検討していきましょう。兄弟は何人いでも1 1、ね、にこのというとにを合計したものと配偶者が1対1なんです。 一対三になっていかなきゃいけないんですね。兄弟を合計したものと配偶者が一対三の関係に立つ。それはここ兄弟の合計一に対して配偶者が三だからです。ということは一対 d 一対一ですから合計すると二。二の二に対して b が三倍になるんですから二かける三でこれは六。二かける三で六ということになります。 2の3倍、23が6で6ですね。そうすると C 対 D 対 B はこんなふうに1対1対6ということになります。じゃあこれを分数式にしていきましょう。1たす1たす6なんですから8分母は8です。で分子はそのまま116ですから116ということで、えー、8分の6というのは結局4分の3ということになりますね。えー、B さんが 4分の3そして C さんと D さんが8分の 1C さんと D さんが8分の1ということになっていくわけです。ですのでこの兄弟の相続分というのはやはり配偶者の相続分に対して相対的に少なくなります。 これはやはやりあの C と D にとって同じ父親母親から生まれた兄弟この兄弟が残した財産からその C と D の余生を過ごすという要素というのはねやはり A が残した財産で B の余生の糧にするという B の期待に対して通常兄弟が残した財産で C と D がこの後生活の糧にするというのは普通は違うだろうということですよね。自自分分たたちちでで財を成ししていくべきですのの余生のかかる日 用は自分たちで捻出するべきとも言えるですから兄弟が残した財産にあてにするという関係はやはり CD より配偶者 B の方がが要請が強いからですだから兄弟全員を1とすると配偶者は3になっていくということになります。さあそれではもし今回 C さんがいなかった場合 C さんが先に亡くなってしまっているというような場合にはこれは D さんが1人で4分の1持っていくことになります。 そしてまた配偶者がいない場合には C さんと D さん2人の兄弟で分のということになるんで,すでもし C さんもいなければ D だけで100%相続していくことになります。 このように兄弟相続というのは子どもがおらずそして第二順位の親もおらずそういった時に初めて第三順位兄弟が相続するということをぜひ理解しておいてください。それでは今回はこのように兄弟が相相続続人となる場合の相続文について学習しましまたぜひ見直して確認をしていただきたいと思います。